こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回は僕が最近 GU で買ったあるアイテムをご紹介していきたいと思います。最近僕の中で GU がプチブームを迎えているんですね。まあ、GU というのは、皆さんもご存知の通りユニクロの兄弟ブランドなんですね。ユニクロにはベーシックなものが多く並んでいるので、正直ですね、1年間通じてこんなアイテムが出てくるのかなっていうのが予想ができるんですね。ところが GU はベーシックなものもあるんですが、その一方でトレンドによったアイテムが多いので、意外とこんなものが出てくるんだなっていう驚きがあるんですね。そこが僕の中ではすごく気に入っていて、最近は定期的に GU に通って良いものがないかなという形で物色をしています。その中でも僕が特に気になったものを今回購入をしていましたので、この後実際に来て解説をしてみたいと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。こちらはですね、 GU のミリタリーシャツ長袖、色はオリーブになりますね。価格はなんと2490円でした。めちゃくちゃ安いですよね。ちょっとアイテムについて解説をしますが、こちらはシャツになってるんですが、少しサイズがゆとりがあって、生地自体にもですね、少し厚みがあるんですね。ですのでシャツというよりは割とアウター感覚で羽織れるようなものになっていますね。最近こういったものがちょっとトレンドになっていて、シャツなんだけどアウター代わりになるようなものっていうのがちょこちょこ店頭にも並んでいるかなと思っています。着方としては今の僕のようにニットの上に着るだとか、パーカーの上に着るような形で重ね着の一部として使うのがいいのかなと思っています。これから春先にとても重宝するアイテムなのかなと思いますので、皆さんにお勧めしたいなと思っています。こちらのアイテムはミリタリーシャツといって、結構定番的なアイテムなんですね。割とミリタリーって流行る時もあれば、割とあんまり着てる人が見ないなっていう時期が行ったり来たりするんですが、ここ最近は割とミリタリー要素のあるアイテムがちょこちょこと増えてきてるかなと思っています。今僕が着てるようなこういったアウター系もありますし、あとはカーゴパンツですね、こういったものを使ってる方も多いのかなと思っています。ただこのミリタリーアイテムっていうのは使い方に注意が必要なんですね。僕ら世代は結構好きでよく着る方もいると思うんですが、こういったミリタリー系のアイテムに下もミリタリーですとか、あとブルージーンズですとか、上下でカジュアルなものをぶつけてしまうと、どうしてもですね、大人っぽく見えない、小綺麗に見えないんですね。ですのでこういったミリタリー系のアイテムを合わせるときには、どこかにきれいめなアイテムを取り入れることが大切かなと思っています。今の僕の着こなしを解説すると、このミリタリーシャツの下には白のニットを加えて、清潔感だとか爽やかさを出すようにしています。そしてボトムスにはスラックスを合わせているんですね。そうすることできれいめな要素を加えるようにしています。これが薄いブルージーンズだとややカジュアルすぎるかなと思いますので、こういったミリタリーシャツを小綺麗に大人っぽく着こなすには、全体の綺麗さを足すということを意識してもらうと良いかなと思います。こちらのシャツはミリタリー調になっているんですが、ちょっと今っぽい要素も加えていまして、サイズ感もややゆったりしていますよね。どうでしょうか。少しゆったりめのサイズ感だと思います。そして大きめのポケットが2つついているので、こちらもデザイン的なアクセントになっています。ミリタリーアイテムってずっとあるものですが、その中でもちょっと今っぽい要素を加えたアイテムなのかなと思います。ぜひ皆さんもですね、こういったミリタリーアイテム久々にトライをしていただきたいなと思います。なかなかですね、こういったものをセレクトショップとかで買おうとすると、やっぱり1万5000円以上はしちゃうかなと思うんですね。なので気軽に手が出しにくいんですよ。トレンド的なアイテムはぜひ GU を使って気軽に取り入れてみるのが良いかなと思っています。せっかくなのでもう一つですね、コーディネートを皆さんにお見せしたいなと思います。ちょっと着替えてみます。はい、着替えてみました。どうでしょうか。今度はまた雰囲気がらりと変わりましたよね。ちょっと一周回ってみますね。はい、こんな感じです。ミリタリーシャツのオリーブに対して爽やかな要素を加えたかったので、今回ホワイトをですね、思い切ってボトムスに加えてみたんですね。ホワイトジーンズというのは僕は本の中でも割と頻繁におすすめしてるんですが、ここ最近はちょっとトレンドが一段落して、あまり履いてる方も見かけなかったんですね。僕自身もちょっと気分ではなくてお休みがちだったんですが、最近お店を回ってるとですね、結構ホワイトジーンズをしてるところが多いんですね。雑誌を見てもホワイトジーンズを使っているコーディネートがちょっと増えてきてるなという感じがしています。
少しずつホワイトジーンズがまた盛り上がりを見せてくるのかなと思うので、今回は着こなしの中に取り入れてみました。特に春の装いになりますと、やはり爽やかな要素とか明るいイメージのものを取り入れた方が一気に季節感が出しやすいかなと思いますので、こういったオリーブ系の失敗するとやぼったく見えそうな色には白とかを加えてあげると爽やかになるかなと思っています。そしてシャツの下にはネイビーもしくはブラックでもいいんですけれども、丸首のニットを加えています。こういったブラックを持ってくると着こなしが引き締まるんですね。ですのでこういったカーキだとかベージュのような曖昧な色には明るい白を取り入れるとか、ブラックを取り入れて引き締めるとか、この2つをミックスしてあげるとバランスが取りやすいのかなと思っています。この着こなしはですね、正直上 GU で内側はユニクロ、そしてパンツもユニクロという形でほぼ GU ユニクロ連合でですね、すぐに実現ができますので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、僕ら世代にはちょっと懐かしいですね、こういったミリタリーシャツ、アウター的なものをぜひ着こなしの中に取り入れていただきたいんですが、ただいつも通りに普通にブルージーンズとかで合わせるのではなくて、ホワイトジーンズと合わせてみる、スラックスと合わせてみる、また中にはニットですとか、あとはバンドカラーのシャツなんかも相性がいいかもしれないですね。そういったものを取りながら、やや大人っぽく今っぽい雰囲気で着こなしの中に取り入れていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。